アントニオ猪木闘魂伝説サゼーン。波乱万丈すぎる生涯。神奈川県横浜市に生まれ、実家は石炭問屋ですが倒産、父親も5歳の時に他界して、貧困から抜け出すため家族でブラジルに渡り、農場で過酷な労働を強いられ、その後力道山にスカウトされプロレスデビュー。力道山からは暴力を含めた理不尽な指導を受けており、その後東京プロレスを旗揚げするも3ヶ月で破産。その後日本プロレスに復帰するも追放され、新日本プロレスを立ち上げ、そして1998年38年のキャリアに幕を閉じました。モハメドアリとの異種格闘技戦、ボクシング世界ヘビー級チャンピオンモハメドアリとの対戦が実現。ほぼ全てのプロレス技を禁止されたルールの中で、猪木さんは寝転がり、アリの足を蹴りで狙う戦法を取り、あの状態がほぼ15ラウンド続き、世紀の凡戦と批判されますが、それも含め後世に語り継がれる伝説の一戦となりました。猪木語録と闘魂ビンタ。猪木さんといえば独特の名言と闘魂ビンタが有名。元気があれば何でもできる、迷わず行けよ、行けばわかるなど、シンプルながら燃える男猪木さんが言うと深みが出ますね。また猪木さんのビンタは縁起がいいとの噂が広まり、東大受験生が受験前にビンタをお願いし、全員合格を果たし、このことから闘魂ビンタは縁起物として世間に広まっていきます。